村田敬二郎は日本の政治家、自治官僚、自由民主党衆議院議員、通商産業大臣、自治大臣、国家公安委員会委員長などを歴任した。1969年12月の第32回衆議院議員総選挙に自民党公認で立候補し初当選した。愛知県豊橋市出身、愛知県豊橋中学校卒業。 旧制第三高等学校に進み、1949年、京都帝国大学法学部卒業。同年、自治省に入省。愛知県建設部長などを務めた。1969年4月、地元政財界から衆院選出馬を促され、県庁を辞職。同年12月の第32回衆議院議員総選挙に、旧愛知国から立候補し初当選を果たした。 自由民主党では福田派安倍派三塚派・森派に属した総理府総務副長官に就任。1983年12月の第37回衆議院議員総選挙においては当選したものの陣営の山本和明県議が買収容疑で逮捕され、豊川市議12人が非買収容疑で逮捕された。1984年11月1日成立の第二次。 中曽根内閣第一次改造内閣において、通商産業大臣、宇野内閣時において、自民党政調会長、1992年12月12日成立の宮沢改造内閣において、実地大臣権国家公安委員会委員長を歴任。1990年3月17日、江崎雅美の公認として、自民党愛知県連会長に就任。 1996年10月の第41回衆議院議員総選挙は愛知県第15区から立候補。自身は10期目の当選を果たすが自民党は名古屋市内などで惨敗。その責任を取り、同年11月21日、県連会長を退く。1997年、財団法人日本国土開発研究所で住人。 1998年7月12日に行われた第18回参議院議員通常選挙で大木博氏が落選。同年7月18日、大木は敗北の責任を取り県連会長を辞任。9月18日、その後を受けて県連会長に就任。2000年6月の第43回衆議院議員総選挙には出馬しなかったが、 党県連会長として選挙戦の陣頭式に立った。同年8月5日、総選挙で公明党、保守党との選挙協力に失敗した責任を取り、県連会長を辞任。地盤は元県議の山本昭彦に譲った。2003年4月2日、急性脳拘束により、豊橋市内の病院にて死去。79歳没。村田や自由民主党合同僧が行われ、 葬儀委員長は、同じ福田派で同期当選だった森吉郎元首相が担当した。ありがとうございます。